こんにちは、エヴァタケシです。今回は何かしていないと不安になる人は何もしないで心地よくしていられる人の邪魔をしてくるというテーマでお話ししていきたいと思います。人はそれぞれ違う存在です。人はそれぞれ違うのだから何に価値を感じるかも人それぞれ違います。 私はより良い社会を作っていくことに興味がありますという人もいれば、私は半径5メートル以内のことしか興味がありませんという人もいます。できるだけ多くのことを成し遂げたいんですという人もいれば、できるだけ何もしないで楽をして生きていきたいんですという人もいます。それぞれ違う価値観を持っている人たちがうまくやっていくためには、自分と違う価値観を持っている人を受け入れることです。 私が社会を変えることに夢中になっているように、あの人も半径5メートル以内を快適にすることに夢中なんだな。私が多くのことを成し遂げたいと思っているのと同じぐらい、あの人も楽をして生きていきたいと思っているんだな、と相手の価値観を尊重することです。<laughs> 私は自分を暇にしておくこと、自分を忙しくしないことに価値を置いています。なぜなら、 心に余裕がないと感じることができないからです。私は生きることは感じることだと思っています。だから忙しくなりすぎて何も感じない状態にならないように気をつけています。私は恐怖を感じないように目をつぶって突き進むよりもしっかりと現実を捉え恐怖を感じる方を選びます。不安を感じないように感覚を麻痺させるよりも敏感なまま不安を感じる方を選びます。 私は人生は感じるものだと思っています。なので自分の中に湧き上がる感情、心の揺れや動きや状態を感じれば感じるほど豊かな人生になっていくと考えています。また自分を暇にしておくことで人を助ける余裕を持つことができます。忙しくなりすぎると周りにいる困っている人に気づくことができなくなります。 辛い思いをしている人を見つけても、こっちはやることがたくさんあるから、相手にしている暇はないとなってしまいます。私は自分を暇にしているので、困っている人に気づき、助けることがよくあります。例えば最近で言うと、迷子になっている子供に気づき、一緒にお母さんを探しに行ったり、電話ボックスから出られなくなっている子供に気づき、ドアを開けて外に出してあげるということがありました。 オートバイのエンジンがかからなくなって困っていた女の子に声をかけられたときは、オートバイをガソリンスタンドまで引いていってあげました。また、日本語があまりできなくて友達がいない留学生や出稼ぎに来ている外国人の苦労話を聞いたりします。英語しかできなくて悩みを相談できる相手がいないという人の話を聞いたりします。お年寄りが横断歩道を渡っているときは、 イライラしている運転手に煽られないか、途中で転んだりしないか、と心配しながら、安全に渡り切れるまで見守っていたりします。私は自分のやりたいことを実現するために、意図的に自分を暇にしています。そして、忙しく頑張っている人に対しては、この人には、この人の叶えたいことがあるんだろうな、と受け入れています。私が自分の話をすると、 お前は暇でいいよな。毎日が日曜日みたいだな。と褒めていないような感じで言ってくる人がたまります。お前は人生を舐めてるのかぐらい不快感を示す人もいます。そのような人は積極的に人と関わり、向上心を持ってアクティブに行動することに価値を置いていたりします。休日の日は早起きをして運動し、健康的な食事をしてから、 セミナーや勉強会にに参加ししししたりりりまます。す。そして夜は仲間と飲んで近況を報告し合い、大い大盛り上がりますこのような話を聞くと私は単純にすごいね、楽しそうだねという感想を持ちます。しかし、そのような活動的な人の中には私の生活態度が許せない人がいたりします。昨日は昼ぐらいに起きてサイゼリアでピザを食べてワインを飲んで 家に帰ってきてもう一回寝たわ。目が覚めたら夕方だったから、中華料理屋に行ってビールを飲んだわ。などと言うと、突然不機嫌になり、説教してくる人がいます。そのような人と私には、充実した人生を送りたい、有意義な時間を過ごしたいという共通点があるから、本来は気が合うはずです。それなのに、その人が私を批判せずにはいられないのは、どんなことに価値を置くかは人によって異なる。 とといいうことの認識が足りないからです。充実させるとは自分の好きなことをして自分を満たすということです。有意義なことをするとは自分にとって意味のあることをすることです。自分の好きなことも自分にとって意味があることも人それぞれ違います。だから充実した人生を送るため有意義な時間を過ごすためにそれぞれが違うことをするのは 当たり前のことです世の中には予定がないと不安になる何もしていないと罪悪感を感じるという人がいますそのような人は休みの日でも予定をたくさん入れて動き回りますそして予定通りに行かないと焦ったり怒ったり自分や他人を責めたりします体を休めるとは動くことや活動をやめるということです心を休めるとは高ぶった心を鎮める 心を穏やかにするということです。それなのに、忙しく動き回り、イライラしていたら、何のための休日だかわからなくなります。もちろん、休日でも刺激を求めて動き回るのは悪いことではありません。しかし、そのような生き方が好きな人もいるけど、ゆったりとした休日を過ごしたいと思っている人もいるということを忘れてはいけません。 忙しく動き回っている人の中には、ニートや引きこもりを過剰に問題視する人がいます。働かないなんてありえない、お金を稼がないなんてありえないと否定する人がいます。そのような人は、働くことに価値がある、お金を稼ぐことに価値があるという考え方にとらわれて、それ以外の価値を認められない状態になっています。すべての人がお金を稼ぐために、働くことにしか価値を感じられなくなったら、 この世界はとても退屈で怖い場所になってしまいます。働いていなくても、お金を稼いでいなくても、誰にも迷惑をかけていなければ、それも人生の選択肢として認められるべきです。充実した人生を送りたい、有意義な時間を過ごしたいと思うのは自由ですが、あなたも私と同じことをしなさいと他人に押し付けてはいけません。また、うつになった人に対しても、 もっと充実した人生を送りなさい。もっと有意義な時間を過ごしなさい。と共有する人がいます。欲うつで何もできなくなった人に対して、お前には存在意義がない。お前は社会的に無駄な存在だ。といった態度を取る人がいます。心が疲弊した人にとっての充実とは、回復するために休むことです。心が疲れ切った人にとっての有意義とは、何もしない自分を許すことです。それなのに、 鬱を克服するために適切な判断をしている人に、お前は楽をしているだけだ、お前はサボっているだけだ、と攻撃せずにはいられない人がいます。ということで、人によって何に価値を置くかは異なる、ということの重要性を認識できていない人に、あなたの生き方を否定されることがあるかもしれません。そんな時は、あなたの価値観を私に押し付けないでください。何に価値を置くかは、 私が決めることとですから、と思うようにしましょう。よにししまょそして私は自分にとって充実した人生を送ります私は自分にとって有意義な時間を過ごしますと堂々と自己満足を求めていってほしいと思います今回もご視聴していただきありがとうございますもしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいですチャンネル登録もお願いします では、素敵な一日を送っていきましょう。